はい、今ねどこにいるかというとね、タイのバンコクにいます。バンコクの、スケミトンの通りソイの23、これはソークの駅が最寄り駅なんですけど、ソイのカーボーイも、まあ、有名ですよね。スケミトンの通りから 500m ぐらい入ったところです。でこれから、スケミトンの大通りの方に向かって、ね、歩いていこうと思ってます。で今いるところがね、その辺りが本番できるいわゆるスペシャルマッサージのお店がいっぱい溜まってるところなんですけどね、これから、進んでいきます。スケミトンの通りなんです。でここが、スポーツバー&グリルということで、スポーツバーです。まあ水飲むだけですね。いいね、すごい。でこっちがクラフトで、ここね利用したことあるんですけど、なかなかいいところです。バー、カフェのバーね。食事もできます。この辺りにね結構お店とかあったりしますね。日本食系も、そっちに人あるんで、シャラフっていうね。それがシャラフで、隣がカフェです。まあ、それ両方とも利用したことあるんですけど、売宅、売宅じゃないか、これは作るとこだ。売宅もたまに泊まって、パクソンになったり泊まってるんですけどね。で、そこがポストオフィス、郵便局。でそこの赤い建物あるじゃないですか、左前方、それは、アイリッシュパブということで、なかなか洒落たお店です。ちょっとここは利用したことないんだけどね、ここちょっと今度利用してみたいと思ってて、バルセロナガウディということで、こんな感じでスペイン料理が食べれます。生ハムとかトマトですね。今度利用しようかなと思います。でそっちがアイリッシュパブですね。何ですかこのめちゃめちゃすごい、この電線はめちゃすごい。まあ、日本じゃなかなか考えられないけどね、タイでは普通です。でバックパッカーがこんな感じの女の子いますね。でもうこの辺りがもうソイのカウボーイです。もうちょっとね、でそこがサムズタイマッサージということで、まあ、普通のマッサージ屋さんです。でこれ薬局トラックスは、でこれがソイカウボーイの入り口です。これはソイの23号です。そっちが行くとね、まあ、麻生区の大通りなんですけど、まあ今この時間なんでね、夕方大体4時ぐらいなんでやってないです。まあこれからオープンするかな感じですけど、まあここのレストランやってます。でクレイジーハウスっていう、そこが、午後バーになってますね。まあ、23ということでございます。この間コンドミニアムがあったりして、そのジャスミンシティでそこにあるんです。だからここから 100m、150m ぐらいのところでスケミトン大通りになります。まあ、こんな感じですね。